はい、プレイしていきたいと思います。セブンデイズトゥダイというわけで作っております。接し方は もう勝手に命名しちゃった いつからかもう接し方はになりました。これはタワー、あっちピザ、ピザじゃねえな、あれなんだ、あれピザだけど、ちょっとクォーターメイプルみたいな、メイプルなのかな、なのか何盛りなのかわからんけど、あそこのピザいいね。で、そう、前回はね、前回の動画はあれですよ。無事。見えねえや。あれが、1本目の階段が、そう、もう1個あるじゃないですか、今。もう1個の螺旋が、うまく、天井までたどり着きましたっていうね、素晴らしい動画でした。と、あとはアルファ16の情報をモリモリしまくった動画でした。あれはちょっと尺的にもう始まってすぐ話し出せばよかったんだけど、深刻な草不足により邪魔されたからね。よいしょ。で、今回は、話すことは特にない。全部話し切っちゃった。しまった。しまった。そして作業も慣れちゃったからどうしよう。やばい。やばいじゃん。それまずいじゃん。やばいね。たまにはもうのんびり建設動画っていうことにしよう。いつも以上にのんびり。多少慣れちゃったからな。角が毎回ドキドキするけど、やっぱりこの角は。前よりリスク低いんですよ、もう。二重目だから。多分落ちても、あいたーぐらいで済むはず。下まで落ちなければ。だからもう、スリルも半減ですよ。スリルも半減して、もうだって下の階すぐそばに見えるもんね。落ちてもこの高さだから。いやー、そう。私がこれを急いでる理由は、面白いのを作りたいなーっていうのを思ってるんです、実は。あんま言いたくないね、これは。これはちょっと、構想は話しません。話しません。このタワー作るのにあと数日かかると思うんで、その間に、パクられたらちょっとへこむんで、作りません。パクる人がいるのかどうかわかんないけどね、俺のアイディアを。話しません。とりあえず、そう、コメントと、あと、ツイッターかな？ツイッターで。ツイッターだっけ？あれ。鳥のやつ、ツイッターだね。ツイッターでちょっと情報をいただいて。やはり、ゾンビに落下ダメージがあるらしいということでね。そう。なんで、やっぱりね。そうだな、それの検証もやるか、今週末ライブで。今週末ライブしようかなって一応思ってます。クリエイティブモードでいろいろやっていこうかな。確認したいことがいろいろありすぎてね。あ、でもどうしよう、ライブじゃなくて動画にした方がいいな。ライブにしちゃったら長くなりすぎてね、編集をサボるという癖があるんだよね。バルス動画未だに上がってないし、ジェットネーションさんに申し訳ねえわ。紹介していいって聞いていいよって言われたのに、もう申し訳ない、本当に。やんなきゃ。やんなきゃやんなきゃ。編集ね。なんで FF15 買っちゃったかな？楽しいから仕方ないけどな。あれがなければ編集始めてたんだけどな、多分。買っちゃった。しかもさ、プロ買えばよかったなと思って。諸事情によりプロ買えばよかったなと。そしたらもう日本初のことできてたかもしんない、俺は。普通の人にはできないことを俺にはできてたかもしれない。
PSP のプロ買おうかな。PSP じゃない。プレイステーション4プロ。4K のテレビはないけど。4K のテレビはないけど、面白いことができちゃう可能性があるんで。ただな。できなかった時は痛いしな。4万、4万だっけあれ。さらに4万かけて、自爆するっていうのもな。PSP って、PSP じゃねえな。なんでさっきか PSP って言うんだろう。PS4 って2台あったら楽しいことできんのかな。2台あったら何ができるんだろう。2台あってもいらないよね、普通に考えて。普通に考えて、PS4 2台いらないよね。むしろパソコン2台欲しいよね。パソコンが2台あれば、いろいろできるな。どうしようかな。しくったな。ボーナス取っとけばもう余裕だったのにね。もらえないかな。もらえないかな。ちょいと働けばもらえるんだろうけどな。バイトする？ PS4 のプロの分。 4K の映像って需要あるのかな、本当に。どう思いますか？ 4K の映像見たいと思います？まずスマホで見てる方は 4K 見ることは無理です、多分回線の都合上。だから 4K ってさ、見れる環境が少ないんだよね。まず 4K のモニターじゃないと見れないじゃん。で、さらに回線速度がないって 4K 再生できないし、パソコンの性能が悪くても 4K の映像再生できないし。環境がないわ。環境がないわ。再生環境がないから、人は集まんないかも。いくら 4K でやったとしても、スマホとかだったら360とかでしょ、解像度多分。そうだよね。なんだっけこれ、キャットウォーク。そっかそっか。いや、買わなくていいか。いや、でもやりたいな。やりたいな、やりたいな。やりたいな、やりたいな。1080でもパソコンでやっちゃったらね、この処理するのがいなくなるんだよな。無駄に実験やってみようかな、今日。バカな実験やってみようかな。まさかの。まさかの FF15 をアップスケールしてやってみようかな。ああ、そうしよう、そうしよう。完全に無駄なことやろう。というわけで、今日じゃない、あ、でもダメだ、ソフトが対応してない気がする。ダメだ、ダメだ。しくったな。なんであのソフト買ったかな。多分対応してないんだ。いやー、でももう一個の方のソフト倍してたからな。そのソフト買っちゃったら俺は PS4 をもう一台分の値段を払う羽目になってたし。いや、もう一台すまないか。すまないな。さらに高くなってたな。いやー、想定外の出費すぎる。マジか。レインボーシックスで迷ってたはずなのに、なんという出費を。ちょっと PS4
PS4 でさ、人が集まるネタってなんかないのかな。ちょっとこのままじゃ俺、やばいわ。回収できないわ。FF15 しかやる予定ないんだもん、今のところ。そのためだけに買ったし。しくったな。回収しないと。頑張って。よいしょ。とりあえずこれである程度来たんじゃない？高さちょっと上見たらもうすぐそばまで来てるんじゃないの。慣れた手つきでポンポン置いてるから。でも上向いて永遠伸びてたらちょっとへこむから、見る勇気がない。見る勇気がない。絶対まだまだだもんね。そうは言ったものの絶対まだまだだから。まだまだと言っといて上が見えたらめっちゃもうはしゃぐけど。ウォッチドッグ2やりたかったけどな、ほんとは。やりたかったけど、もうそれどころじゃないもんね、今ね。やばい。やばい。後先考えないとやばい、いろいろ。後先考えないとやばい、そろそろ。そろそろっつか、もう。もう手遅れなんだけど、いろいろと。あー、まあいいや。なるようになるよ。どうよ、そろそろついてもいいと思うんだけど。もう、これでつかんかった俺もう、やばいよ。そして今、録画の時間を見たら全然まだ余裕だったっていうね。いやー、ほんとひたすら建築するのって大変。これ全部もう編集で、普通に柵ビビビビビってやりたい勢いだよね。そうすりゃよかった。こんな話しちゃって。そうすりゃよかった。ビビ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 ビっつっても早送りでパン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 って、こんな1分で完成するようなもんでしょ。1分でもう30秒クッキングだよ、他の人の動画だったら。こんなに時間かけて作ってもさ、30秒とか10秒で完成したことにされちゃうから。だから他の人の動画はすごいんですよ。だからすごいんですよ。編集してね、編集にも時間かかるし、この実際の建築にも時間かかりますから。だから建築動画作ってる人はね、それだけですごい、それだけですごい。もう膨大な時間かかってますから。アイディアの塊ですよね。建築が本当に好きじゃないとできない。とりあえず何かを作りましたじゃなくて、作りたくて作ってないとね。もう私はとりあえずなんか面白いもんを作ろうということで作り始めたら、螺旋階段の 2番煎じ作ってたけどね、自分の。タワーやっぱ作りたくなっちゃうよね。しかも高いところまで行けるっていうのがあったら嬉しくて仕方ないじゃないですか。こんなに高く、お！来たー！来たー！来た来た来たー！来たー！よいしょ。ついに来ました！アルファ10、違う。何を言ってるんだ俺は。なんでやねん。なんで今そういうことを言ったのかが俺には全くつかめない。とりあえず来ました、トップまで。ほら、もうここに乗っちゃう？怖いよ。あ、本当にこれ落ちた、俺死ぬやつや、真ん中。
真ん中落ちたら死ぬからね。うん、前回怖くて伸ばせなかったんだよね、これね。やっちゃう？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 これ怖いな。これ怖いな。あ、置けね。置けない。よし。なんちゅう神業を見せてるんだ、俺は今。もう飛び職。やばい、これ怖あ、やった、届く、こっからだった。よし来た、よし来た、だったこれで。ガシャンガシャンガシャンっつった。もう俺もう本当に発狂するしかないからね。あ、しまった、これ最上階だよね。しまったな。何がしまったって、もうこの上何も置けないじゃないですか。この上何も置けない。あ、ぴったりすぎた。もうほんと見晴らしのいい場所ですみたいな、そういう感じですです。なんで置けない？そこじゃないか、そこじゃないか。置かして。ナイス。で、このまま前行きたい、前行きたい、前行きたい、前行きたい。よーし。そんなドキドキする必要なかったね、今の。横から置けば置けたじゃん。いいんじゃない？ちょ、待って。よし、こっからだと遠く。よし、来たー。はい、完璧。へえ。もうここで寝泊まりしたらもう完璧ですよ。ロハススタイル。よし。よし。ふぅ。いやー、見晴らしがいい。気持ちいいね、ここ。これ邪魔だな、なんか。まあ、いっか。で、なんだっけ、これ、レール？で、いるー、これ。これ、どうやってつけんのかな？ちょっと待ってね。どうやってつけるのかな、これ。これどうやってつけるのかな、ここの外に。え？え？ちょっと。ヘイヘイ。レールどうにかなんかいい感じのつけ方なかったっけ？ヘイ。とりあえずこっちに試し付け。お、いいんじゃない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 。ああ、いい安心感。この安心感最高。この安心感を求めて、こっちもつけよう。崩壊したりしてな。死ぬな、それ。それ死ぬな。ちょっと待って、計算してないからね、俺ね。レル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 。4520、4620、6マスまで耐える。1、2、3、耐えるね、全然ね。耐えるけど、問題はどうやってあっちに置くっていう。そこは問題よ。え、なんで、なんで被る、なんで被る、置こうよ、手前に置こうよ。マジやばい。
おい、来た来た来た。とりあえず置いた。1個置いた、1個置いた。1個置いたら勝ちでしょ。はい？うわ、あ、じゃあ、おう、フォ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 。オッケー、ケーケーケー。よく考えたらこっちもまた上がってくんだよね。あんまりつけすぎない方がいいな。よし。よし。じゃあ、あとは、エレベーターの用意しないといけないね。エレベーターをどういう仕組みにするか。あ、俺すげえ思いついたかも、今。なるほど。そうすればいけるかな。ちょっと面白いこと思いつきました、今。新たに。なんで、とりあえずここでしょ？ 4 つ。角から1個置いて。これ1個置いて、これで今センターだね。じゃ、センター4つがエレベーターになって、じゃあどうしよう。センター4つか。でけえな。でっかいな、それは。次はエレベーターだね。まあ今の感じだとここがポールかな。今引っこ抜いたとこがポールで、この2個がエレベーター。そんなもんだよね、多分ね。これ真ん中落ちるの快感だな。真ん中落ちるの快感なんで、ちょっと待って。エレベーターどうにか、どうにかこうにか。別棟にするエレベーター。またなんか作り始める。俺計画あるんだって、他にもう一個。もう一個計画あるんだって。だってエレベーターこれさ、ダメだよね。見てよ、この見た目。二重らせん、なんか違うな。すげえな。これこそまさにスカイスクレーパーだ。すげえな。すごいもんを作ってしまったね。すごいもん作ってしまったね、本当に。これどっからでも見えるんじゃない、遠くから。全然余裕じゃん。ちょっとどでかいもの作ってしまったわ。どうしよう。そしたら、なんだよこの無敵のサボテン。あ、でもでっかいけどちっちゃいな。これが限界か。セブンデイズの限界か、今の。起動エレベーター作れないじゃん。
そういえば軌道エレベーター作るとか前言ってたな。軌道エレベーター作るっつってたな。なんか発射場っぽくしたよね、やっぱりね。ふーんっつって。やっぱ中登る方が楽しいかな、落ちるのよりも。落ちるのも楽しいけど、登るのも楽しい。両方楽しいな。いやー、どうしよう。どっちも楽しいけど、この真ん中落ちる快感やばいよね。これ。これやばいでしょ、これ。あー、ちょっと。あれ組むの大変だったよな。あれは組むの大変だったしな。いや、今変なこと思いついたんだよね。あれとこれつなげちゃえば、こっちエレベーターにできるんじゃないみたいなこと思いついちゃったんだけど。いや、これ大変だって。ラピュタ作るか。天空都市作るか、俺に。天空都市を作るか。それなら、エレベーター別立てしても全然 OK だし。いっそのことこれエレベーターにしちゃう？これこれこれ。これエレベーターにしちゃう？ガシャン！悪くないんじゃない？ちょっと建設の都合上ハイリスクすぎるけど、ダメだダメだダメだ、やめとこうやめとこう。中登っていく絵が楽しくないから。このエレベーターはこの絵があってこそのエレベーターだからね。この感じがあってこそのエレベーターだから、周りが走ってく感がないと。うん、そうだ、あれはグラス、ガラス、ガラス、グラス、ガラス、グラス、カラス、グラス、SS。これ。うそー！マジで言ってんの？リード使うの？あ、無理じゃん。ビジネスグラスブロック。ビジネスじゃなくていいから。グラスパネル。これもリード使うじゃん。インダストリアルグラスツーセンタード。インダストリアルグラスセンタード。全部リード使うじゃん。ちょっとリード買っとけよかったね、今まで。パレットチップにしか使わんと思ってた、今まで。どうしよう。この範囲の中にエレベーター立てるとしたらこっちしかないな。高いね。下から見たら高いね。逆走いけないかな。こっちからこう伸びて、違う違う違う、こっからこう伸びて、あ、無理だ。普通に串刺しになるわ。X になっちゃうから。
はしご使わないから X になっちゃってもいいんだけど。あ、お花咲いてる。どうしよう。どうしましょう。というわけで今回ここで終わりにしましょう。まあ、あと2本。うわ、うわ、ちょ、ちょ、あ、え、あ、焦った。マジ焦った今。高さ、自分の高さも把握してなかったし、今さ、超焦ったんだけど。なんだっけ？もう完全に全部飛んだよ。あ、そう、何を作るかどうするかちょっと考えていかないとねっていう話だったね。し、焦った。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。次回からはどうしようかな。ちょっといいアイデアが思いついてなかったら、またこの二重らせんを四重らせんにまた向こうみたいにしちゃおうかなって思います。今回もご視聴ありがとうございました。静止画でした。